こんにちは、木村翔吾です。今回は Final Cut Pro を使ってテキストや画像などを動かす、つまりアニメーションするためのキーフレームの基礎についてお話ししたいと思います。このキーフレームを使いこなすことができれば、こんな感じでテキストや画像なんかを動かすことができますし、キーフレームという概念は Final Cut Pro だけの話ではなくて、動画制作という大きいジャンルの中でも必須の知識になってきます。 今後もいろんな機会で使うことになると思うので、ぜひ覚えておいてください。まずキーフレームとは何なのかっていうのをお話します。キーフレームっていうのは動画におけるある時間の設定を記録したものです。これがどういうことかというと、例えばここに一つのテキストがあります。このテキストは今の時点では全く何も変化ありませんが、これが数秒後にここに移動するとしましょう。そうするとキーフレームのこの A 点ではこの位置はここなんですよ。だけど B 点ではこの位置がこっちに移動してます。 で、それを実際に再生すると、これがこっちに動きます。これが基本的なキーフレームの考え方です。この設定っていうのは別に位置だけではなくて何でもできます。例えばテキストの色が変化するのであったり、BGM だったらキーフレームの A 点と B 点でボリュームを変えたり、そういった変化ができます。では、なんとなくこうキーフレームのアイディアがつかめてきたと思うので、実際に Final Cut Pro の操作画面を見ながら簡単なアニメーションを作ってみましょう。 まず同じ画面が見えてるかどうか確かめたいので、上のウィンドウというメニューからワークスペース、そしてデフォルトをクリックしてください。で、僕は今こんな感じでプロジェクトを1個作って、その上にいくつかのクリップを並べています。で、この一番最初の真っ黒なやつは、この左上のタイトルのところから選んだ単色のカスタムっていうやつです。 これを僕は今こんな感じでタイムラインに並べています。それではこのタイムラインの上に一つタイトルテキストを置いていきましょう。左上のメニュー、このタイトルのところをクリックしていただいて、ビルドインアウトのところからカスタム、このタイトルをタイムライン上に載せます。僕はこのカスタムタイトルを、えー、時間をちょっと変えて、単色のこのジェネレーターの上にぴったりハマるようにします。それではこのタイトルテキストを選択していただいて、右上のインスペクターのところからタイトルを変えます。アニメーション練習。 という風にしましょう。そしてですね、このプレイヘッド、再生ヘッドを一番最初の部分に持っていっていただいて、インスペクターのこの右上のフィルムのアイコンをクリックした上で、変形っていうところの項目の中にある位置、この XY ですね。この右にある小さいので少し見えにくいんですが、プラスボタンをクリックします。これが今、キーフレームを打ったということになります。で、このキーフレームっていうのは、タイムライン上の今だったら0秒00。この時点における位置の X と Y っていう設定を記録するものです。ただ実際にアニメーションでキーフレームを使うには2点以上のキーフレームが必要になります。なのでこのプレイヘッドっていうのを一旦ね1秒間動かした後に位置を変えるっていう風に想定して1秒ずらしていきます。コントロールキーと P ボタンを押してもらってここの時間のところの表示が変わったらプラス100で入力してください。 そして Enter。押すと、えー、プレイヘッドがここから1秒間右にずれました。この位置でタイトルテキストのクリップが選択されているのを見た上で、もう一度インスペクターの右のキーフレーム、こちらをチェック入れます。そうすると、今、2点キーフレームを打ったことになっています。それを確認するために、一度このタイトルテキストのクリップの上で、右クリック、ビデオアニメーションを表示、こちらを押してください。そうするとですね、今この変形っていうところ、この中のキーフレームが2点入ってるのがわかると思います。 これを実際にね、使ってみましょう。プレイヘッドを戻していただいて、開始点今キーフレームついてる状態ですよね。この状態で、X の値をちょっと左側にずらしてみます。見えなくなるまで。そして、実際にこの状態で再生してみるとどうなるか。ピューアーを見ていてくださいね。はい、こんな感じで中央の位置に戻ってきました。これはこの再生ヘッドが0秒の時点での位置、X イコール -1346 ピクセルっていうのが、 1>, 1秒の時点で X0、ここまで移動したっていうことです。では続いてこのテキストの大きさを変えてみます。タイムライン上で1秒ちょうどの位置にいるんですけど、さらに1秒間移動します。Ctrl-P を押していただいて、プラス100、こう入力して Enter。そうするとね、さらに1秒間動きました。で、この位置で今度は調整。これは、えー、大きさを変える設定値なんですけど、この調整、括弧すべて。この右側にあるキーフレームのアイコンをクリックしてください。 そうすると今一つキーが入りました。そして1秒前に戻っていただいて、ここでさらに調整すべてのところですね。クリックしていただいて、ここから1秒後に大きさを大きくしましょう。じゃあもう一度、タイムライン上で言うとプラス、だから2秒ですね。2秒のところで調整のこれをじゃあ300%、3倍にしてみます。そうするとどうなるでしょうか。じゃあタイムライン0秒からスタートします。はい、こんな感じでアニメーションができました。 ご覧の通り、今この段階で2つの設定項目をいじりました。1つは1、そしてもう1つは大きさ。それぞれにキーフレームが2つずつ入ってます。じゃあこのキーフレームが2点以上、3点とかなってくるとどうなるでしょうか。今ね、調整で大きさを変えたところから、えー、さらに1秒間進みます。c t r l ー、プラス100。1秒後に調整プラスで、ね、このキーフレームを打っていただいてもう一度100%に戻します。で、再生ヘッドを0秒から再生します。 はい、こんな感じになりましたね。だいたいキーフレームがどういうふうに動くかっていうのが分かってきたんじゃないでしょうか。で、このキーフレームに関してなんですけど、もちろん文字の大きさだったり、位置、それだけではないです。インスペクター上で右側にキーフレームのアイコン、プラスのひし形のサイン、これが表示されるものの、すべてに適用することができます。ちなみにですが、キーフレームを設定する方法は、インスペクターの中でやる方法と、もう一つは画面中央ぐらいにある四角い変形、クロップ、 いがみというこのアイコンですねこれをクリックしてもらった状態でも、キーフレームを設定することができます。これは変形っていうのを選択してもらった状態だと、インスペクター上でいう位置と調整のこの部分の調整ができます。まあ、何かっていうと、視覚的にね、タイムライン上の3秒ちょうどの位置で、このタイトルテキストの位置をもう少し動かしたいってなった場合は、変形、これを選択してもらった状態で、 タイトルを移動させるだけで、その位置に変えることができます。再生してみると、こうなりますね。このようにキーフレームを打つ方法っていうのはいくつかあります。他にはどういった状況でキーフレームが使えるでしょうかそれはですね、例えば今、あのエフェクトブラウザを開いてもらって、エフェクトを追加したいと思います。じゃあ、このクリップにタイルっていうエフェクトを適用します。 そうすると、このように画面が9個に分かれて同じ映像が表示される。これがタイトルエフェクトですね。このエフェクト、お察しの通り、右側のインスペクターにも表示されていて、その右側にキーフレームのアイコンが表示されています。つまり、このエフェクト自体もキーフレーミングすることができます。今、このクリップ自体は5秒間あるので、このクリップの開始点にプレイヘッドを持っていって、一度ね、僕はここでキーフレームを打ちます。そして、このアマウント、タイルのエフェクトのかかっている量、これを 一旦位置に戻します。えここからコントロール P ボタンを押して、じゃあ、プラス3秒。3秒後の位置で、さらにタイルのキーフレームを打ちます。そしてこのプレイヘッド、最後の位置でもキーフレームを打ちます。で、今この視覚的にはまだ何も変わってないんですが、えキーフレームが3つ表示されてます。確認するには、クリップを右クリックしていただいてビデオアニメーションを表示。 そうするとこのようにタイルっていうエフェクトのキーフレームの詳細が書かれています。僕は今からこの終わりのキーフレーム、こいつを上げてみましょう。これは何かっていうと、ここのインスペクターでやってることと一緒ですね。今プレイヘッドがクイップの最初の位置、この時には位置にあって、で、この3秒後の時点でも1。そして最後の映像の終わりに従うにつれて、これが16。16やりすぎなんで、まあ9とかにしましょう。はい。そしてビデオアニメーションのこのビューでは、 アニメーションのね、量が視覚的にグラフに表示されてるんですが、この線の部分クリックしていただいて右クリックすると、この変化がどのようなスピード感で起こるかっていうのを調節することもできます。ease っていうのは、ちょっと曲線になるグラフで、変化の開始点と終了点までがスムーズに移動するようになってます。他にも ease in、ease out というスピードの変化の種類があります。お気に入りのね、スピード感が見つかるまで色々試してみたらいいと思います。じゃあこのクリップはこんな感じでね、 え、変化していって、同時にこのクリップをズームアウトしながらやっていきたいと思います。そうするには、まず、調整のところですね。この調整拡大してみます。120%ぐらいに拡大した上で、ここでキーフレームを打ちます。そして、クリップの終わりの部分でもう一度キーフレームを打ちます。で、最後は100%にしましょう。そうすることで、この映像が引きながらね、ドローンが撮ったような映像になります。 今このタイムラインの下に BGM を追加してみました。で、同様に BGM もキーフレーミングすることができます。で、今、それを紹介する上でもう一つのキーフレームの打ち方も紹介しておきます。それはですね、このタイムライン上のキーフレーミングしたいクリップ、この上でオプションキーを押しながらクリックします。そうするとですね、こんな感じで視覚的に波形の上でキーフレームが打たれたのがわかると思います。で、この BGM の波形っていうのはタイムライン上で クリックしてドラッグして上下に動かすと音量を変えることができます。このように BGM の好きな場所で音量を下げて、通常の音量に戻したかったらもう一度オプションクリックでキーフレームを打って、で、ボリュームをコントロールするみたいなことができます。はい。このキーフレームという概念、ちょっとね、慣れるまでは難しいかと思うんですけども、動画編集においては非常に重要な役割ようになっているので、 時間がある時に自分で使ってみて慣れるようにしておくといいと思いますはいということで今回はキーフレームの基本についてお話ししましたキーフレームっていうのは動画におけるある時間の設定を記録したものでそれらを組み合わせることによって動きのあるアニメーションを作ることができ複雑な動きも再現できます今回の動画が参考になったと思われる方はぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします質問やリクエスト等あればコメント欄からお願いします僕のチャンネルではこんな感じで動画編集のチュートリアル 写真やカメラのハウツー動画なんかを定期的にアップロードしていってます。もしこういった内容に興味がある方はぜひチャンネル登録していただいてまたこのチャンネルに遊びに来てください。それでは今回も最後まで視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。